懐かしい。この匂いは俺の家だ。あの人は前にも夢で見た。君は住吉の子孫だね。今まではご先祖の記憶を見ているのだとばかり思っていたけど、話しかけられるのは初めてだ。こっちに来て少し私と話そう。名は？はい、かまど炭治郎と言います。炭治郎、戦いは辛いだろう。俺は家族を食われ妹を鬼にされました。でも妹は自分の意志はまだあって、もっともっと強くなって一刻も早く鬼を倒さないといけないんです。そうだな、私ができることは協力しよう。はい、それじゃあ稽古をつけてくれませんか？まあ、わかった。それではまず。あっちからだ、行ってみましょう。容赦ないんだね。まさか女性相手に本気出してる？いやー、そう言われてもね。先に攻撃してきたのそっちだし。ちょっと、ここはうちの山ですよ。何してるんですか？ごめん。で、お二人はどこのどなたなんですか？五条。マキマさんに五条さん。いやいや、全然わからないぞ。二人ともおかしな格好しているし、一体どこから？あ、ちなみに私はデビルハンターね。とある悪魔を追っているうちにここに来ちゃったみたい。奇遇だな。僕もだ。呪霊を追っていたらここに来た。呪霊？何それ？さっきまでここにいたやつ、あれが呪霊。僕は呪術師であり学校の先生で。君先生なの？意外。そりゃどうも。てか、まず人の話をちゃんと聞こうか。いやいや、っていうか、なんか勘違いしてるみたいだけど、さっきまでここにいたのは悪魔ね。悪魔とか呪霊とか、わかりますか？いや、わからない。ここに来た理由はともかく、どうして目的が違う二人が戦っていたんですか？この人に邪魔されたから。なっ！落ち着いてください！戦う必要がない者同士なら、戦う必要はない。戦いとは、誰かの命のために己の命を懸けること。違うか？その通りって。なんでこの二人キョトンとしてるんだ？それは違うね。うん、違う。誰かの命のために戦う、戦う理由はそればっかりじゃない。それに僕は誰かのために命なんてかけないのよ。この人、いい人そうに見えて、実は悪人なのか？私も。だって僕、最強だから。命なんかかける必要ないんだよ。私も、戦いに負けない自信なら、ある。三つどもえってやつね。やるの？いやいやいや、皆さん話が脱線しすぎです。それにさ、いくら命を助けようとしても、僕が救えるのは他人に救われる準備があるやつだけだ。ん？ちょっと待って。君そっち派？え？私は人の命とかどうでもいい。私の命令を聞かないやつはいらないし、私の邪魔をするやつもいらない。それは随分こじらせてるね。よっぽどのことがあったか。期待も希望も持つだけバカよ。私は与えることも壊すこともできるからね。なんていうか、皆さんいろいろ事情を抱えてらっしゃるんですね。で、君はどう思うの？僕たちの誰が正しいと思う？炭治郎、正直に言っていい。正しいとか正しくないとか選ばなければいけないのか？
僕を選んで、そしてうちの生徒になりなよ。私のところに来たら、私に変われれば一つだけ願いを叶えてあげる。炭治郎、君の物語はここだろう。惑わされるな。さあ、どれ。炭治郎。炭治郎。は、大丈夫？ひどい汗、ずいぶんうなされていたみたいだけど。カナオ、よかった。怖い夢でも見たの？はあ、なんだかデビルハンターとかって人と呪術師とかって人が出てきて、どこかに連れて行かれそうになって。え？カナオ？それって、もしかして。カナオ、何か知ってるのか？まさかあれも鬼の血鬼術で。あの人たちのこと？へへへ。ついさっき、この世界はどこだとか、いつの時代とかって尋ねてきて。なんだ、一体どうなってるんだ。お願いですから、自分たちの世界に帰ってください。